はい、こんにちは、ダゲアトミカオです。今回は久しぶりタブレットをお見せしていきたいと思っています。チューイの、Android タブレットですね。これ HI9 ハイナインプラスです。で、 LTE にも、対応していて、まあスペックちょっとおまかにこっち乗っけときますけども、なかなかの、まあ高解像度で、そこそこのスペックっていう感じですね。高画質なゲームなんかはちょっと不得意ですけど、まあそれでもまあウェブだったりとか、もちろんその電子書籍もそうですし、動画視聴だったりとかっていう使い方に関して言えば全然問題ないですね。あとはオフィス系も全然使えると思います。まあゲームに関しても、まあ例えば最近の、まあ、MMO とか、あとはまあ、シューティング、ガンシューティング系のやつ、あの FPS とか、ああいうやつに関しても、まあ、画質を若干落とすことになるとは思いますけど、それでも使えると思います。実際にこれでまあレビューしてる方も結構もう、いて、すでにいて、軽いゲームとかは全然できるっていうところはね、言われてたりするんで、まあそこら辺ちょっと気にして見ていこうと思いますけども、チューイですね。そしてこいつ、付属品もあります。まずはスタイラスペン、スタイラスペンと、そしてこっちがね、あのキーボードカバーになってるようなので、そうだね、俺今回これ開封だけでも2つに分けちゃおうかなと思ってます。今日はとりあえずこっち本体開封して、2本目でこっちかなというふうに思います。そうやって分けないと俺も話し疲れちゃうんでということで、チューイの、ハイナインプラス、はい、開けていきたいと思います。で、これはどっから開けるんだ、どっから、こっちか、サイドから開ける感じですね。よいしょ、こっちでした。よいしょ、よいしょ、はい、来ました、来てます来てます。こいつがまず、はいはいはい、 AC ですね。ちゃんと PSE マークのあるやつです。で、ケーブルはタイプ C ケーブルです。そんでもって、保証書的なやつか、これか、この類は、これ取説、SIM ピンも入ってんだな。 LTE 対応ですからね。はいはいはい。一部日本語が織り交ざってますけど、とはいえだな、全然だな。このなんか注意書きのところだけですね、ここだけ注意事項だけ日本語ということで、本体、おお、てってるーん、テッカテカです。ハイプラス LTE 対応ですからね。 LTE こんな感じで、金属ボディなんでアルミですよ。で、薄さ結構薄いのよ。電源ボタンが赤くなってて、ボリュームか、こんな感じだよ。結構綺麗に作られてんな。結構気に、あ、技的マークあるじゃない。技的マークあるね。LTE 使えますね。で、デュアルスロットらしいんですけど、お、これがこういう感じか。キーボードに挿すときがこんな感じになりますね。
デュアルスロットらしいんですけど、そのデュアル LTE でのデュアルスタンバイには対応してないみたいです。片方だけみたい。 LTE スタンバイはイヤホンジャックもあるね。こんな感じか。ほっほっほ。電源入れてみる。結構ね、軽めっちゃ軽めかな。 500g はでも超えてんだけどね。10インチのタブレットとしてはまあ軽くなってきてるよね。これはまあ時代ですな。注意。お、来ました。で、あの保護フィルムがもともと貼ってあります。日本語がしっかりあると。 OK。 おい、来た。なかなかですね。あ、今ね、これ多分カメラ越しだから若干白っぽく見えてると思うんですけど、ここら辺見るとほら白飛びしてるでしょ、カメラ越しだと。うん、だからあのちょっとね白っぽく見えちゃってることわかると思うんですけど、これね肉眼だとかなり発色がいいです。こういうこうピンクとか赤とかっていうのがかなり発色がいい。うん、視認性バッチリだね。行きましょう。これこういう感じでもできるのか。あ、いけるんだな。いけるいける。こっちにも対応です。ストレージ、64GB 分 7.35GB 使われてますな。はい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 、なるほど。で、システム。まあ、Android 8.0 ですけど、まあ、タブレットっていうところだと、全然こう、仕様としてはね、問題ないとは思いますよ。うん。さすがに持ち上げて見せた方がいいかもしれない。こんな感じです。はい。セキュリティパッチレベルは去年か。こんな感じですね。まあ、あの、起動したての状態だとこうなってます。通信してないんでね、わかんないですけど。開発者向けオプションもしっかり出せるな。ここら辺使えるんだったら全然ありだな。よし。結構、普通にヌルヌルっと動くっちゃ動いてるけどね。ここら辺俺はいつも 0.5 にしちゃうんですけど。よいしょ。んで、GPU レンダリングも入れちゃう。こんな感じですね。で、ここもいけるのかな？お、いけたか。どこだ？これだ。OK。ステータスバーの変更もこれでできるようになる。現状特にないんだけどね。こういうのとかいろいろ調整できるようになりますわ。これ Android のやっぱいいとこですね。うん。もともとアプリとしてはこのレベルですね。だいぶ少ない。うん。いい感じ。で、2画面でもちゃんと使えますな。これで。これこっち。うん。で、こっち。一応使えますね。はい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 。うん。呼び出し方もこの方がいいんだよね。Android 9から以降のやつだと、ちょっとめんどくさいんだよ。画面の分割。これはやりやすいですね。うん。動きも滑らかだし、だいぶいいんじゃねえかって思いますけど。使いやすそうだけどね。発色ほんといいな、これ。解像度申し分ない、やっぱり。高いですね。で、このトップのガラスパネル、ここら辺見るとわかりますけど、しっかり 2.5D になってます。まあ、保護フィルムがこの際までいってないけどね。ここはまあ、全部そういう感じだからしょうがない。他の機種でも。
でも高級感が出てるのは伝わるとは思いますね。こんな感じですよ。で、このガラスとこの本体のアルミの間にここがパッキンになってますね。うん、パッキン系ですよ。で、カメラがあってっていう感じで、なかなか使いやすいものになってるのは間違いないと思います。SIM スロット、はいね、マイクロ SD と SIM カード、これ併用だな。こっちがデュアルだけど片方が併用ですね。こんな感じですわ。なかなかいい感じだな。思ってたよりいいぞ。しっかりしてる感は感じますね。うん、はい、ということで今回ね、注意ハイナインプラスをお見せしました。とりあえず本体の開封だけをしました。冒頭にも言いましたけど、次回以降でこの他のねアクセサリーを開封して、まあ実際にドッキングも含めてねやってみてみたいと思いますが、なかなかいい感じかなっていうふうには思いますよ。久しぶりにこの10インチ台のタブレット持ってみたけど、そう思っていたよりというか、あれこんなに10インチ台のタブレットって軽かったっけっていうのは印象は持ってます。もちろんその数値的には別に特別軽いわけじゃないけどね。だけどやっぱりこの大きさから来るそのなんかこう重さのイメージっていうのが、まあ手に取った瞬間は若干こう不思議に感じるっていうかね、あれ思ったより軽いっていう感じになる、そんなタブレットですね。割と最近のタブレットにしてはちょっとベゼルが太めだとは思いますけど、でもタブレットなんでね、こうやって持ったりするときにどうしてもほらこうやって指をさこうやって使ったりするじゃないですか。そうするとベゼルはある程度太さがあった方がいいなって思う人もいると思うんですよ。最近の iPad とか、まあ、あとは Galaxy タブとかっていうのがこぞってねベゼルをまあギリギリまで狭めてきてるんで、とはいってもね、そのスマートフォンほどはやんないですけど、まあでもこれぐらい欲しいんだよねっていう方はいると思うんで、特に若い人ではなくって、まあ我々世代以降かな、おじさん世代以降でもうある程度やっぱ幅欲しいなって思う人はいると思うんですよ。そういう方にとってはいいかなっていうふうに思います。またどんな人でも使いやすいブラックって指紋ベタベタではありますけどっていう感じ。本当に画面の発色がいいところがやっぱ一番のこれ利点かなっていうふうに思っていて、その本体価格もねそんなに高くないんで、他のまあ有名ブランドのねタブレットからしてもそういう意味ではいいんじゃないですか。ほらこれいいよ。まあこうやってやって電子書籍をこうまあ見開きで表示する、漫画だったら完全にね普通のサイズより拡大されるし、文庫本だったらね言わずもがなですよ、はい、文字はもうほんと読みやすくなります。こうやって見ててもやっぱさっきから何回も言ってますけど発色の良さをね感じるんで、むしろこれ壁紙の解像度足りてなくねっていう、もっときっちりした解像度の壁紙使ったらっていう感じがしますね。アイコンとかそこにこう表示されてる文字の方はくっきりしてるんですけど、壁紙がモワンとしてるんで、これ壁紙の解像度が足りないです完全にこの画面の解像度に対して足りてないっていう感じがします。ドットも別に目立たないんで、うん、2K ありますからね、 2K 超えてるんでそこら辺はもう十分かなっていうふうに思います。はい、格安で、で高画質高解像度なタブレットとしてはいいんじゃないかなっていうふうには個人的には思いました。あと持ちやすいです。薄いしね、薄めでしょ、薄めなんで全然持ってて違和感はないです。ということで次回、次回っていうかまあ同日に公開するかもしれないですけど、こいつのね付属アクセサリーペンとあとはカバーキーボードの方を開封していきたいと思います。ということでまた見てな、バイバイ。